はいどうも、不可厳選中のゼロ厳と申します。今日本日ですね、2020年の1月9日、ポケモンダイレクトがね、急に発表されまして、その開始時間の、約今10分前ぐらいかなに、今録画しております。はい、まあ、一応今回の動画は、初見反応動画ではあるんですけども、まあちょっとね、時間も時間なんで、ちょっと声を抑えめで、いきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでね、ちょっと始まる前に、まあやはり何が発表されるのかっていうところなんですけども、まあ一番濃厚というか、まあ確実に来るだろうなというのはポケモンホームですね。ポケモン GO とか、ポケモンバンクとかに預けてたり、過去作にね、捕まえたポケモンを全部そこに、ポケモンホーム内に、預けることのできるクラウドサービスですね。こちらの方が、まあ、事前の情報で2020年の初旬になんかリリース開始みたいな、情報があったので、まあ、確実にこれが、いつから開始とか、あとどういう風になるのかっていう情報がですね、今回のダイレクトで、まあほぼ間違いなく、公表というか発表されると思います。まあこれでね、なんかね、ポケモンソードシールドに未実装、実装されてないポケモンとかをね、持ってきて、でそれでなんかポケモンが追加されるみたいな、感じのね、噂も立っておりますね。指を振るを使ったらね、いないはずのポケモンの専用技が出てきたりとか、まあこれに関してはなんか、まあ、指を振るようになんか調整された技なんじゃないのかっていうような、情報もありますけども、まあちょっとそこら辺の真意はわからないですね。まあいずれにせよ、もしかしたらね、ポケモンソードシールドに追加される可能性があるんですな。まああってほしいけどね。ちょっと400匹ってやっぱちょっと少ないなっていうのは、思うんですけども、まあまあまあその辺はまだわからないですけども、まあいずれにしても、そのポケモンホームが、まず、最有力候補ですね。いろいろと情報が出るんじゃないのかなっていう感じです。であとはそうだね、ポケモンスリープかな。あとは、まあでもこれはもうちょっと後半の方に、なるような気もしないでもないんですけども。あと、ポケモンスリープのやつですね。ちょっと自分最近寝不足なんで、ちょっとポケモンスリープがね、ちょっと最初の方はあんまり全然気にしてなかったんですけども、ちょっと最近、これが気になり出しております。はい。まあ、あとはそうですね。まあもうこういうポケモンダイレクトが来た時にも何回もいつも言われるっていうか、来るんじゃないのかなっていつも言われてるんですけども、ダイパリメイクですね、ポケットモンスターダイヤモンドパールのリメイクが来るんじゃないのかなっていうふうにいつも言われてるんですけど、いや、ダイパはね、でもね、まあ大穴としてね来るんじゃないのかなと思ってる分には全然いいと思うんですけど、いやでも個人的にはちょっとまだ時期尚早というか、まだ難しいんじゃないのかなっていうふうに、思ってます。まあそれと同時にな、そのソードシールドのマイナーチェンジ版ですね、クリスタルとかプラチナとかそういう第3のタイトルが来るんじゃないのかなっていう噂もちょいちょいありますけども、これに関してもまだちょっとソードシールドが結構まだ盛り上がってる段階なので、まあダイパリメイクとかそのマイナーチェンジ版の情報は今回はないと思いますね。まあメインはそのポケモンホームだとは思うんですけども、まあでも放送時間がね20分あるんですよ。結構長いんで、もしかしたらね、まあそのポケモンホーム以外にも何かしらの情報が来る可能性はあるんですけども、
まあ、がっつりポケモンホームを紹介するっていうことであれば、まあそうだね、まあ、20分でポケモンホームだけで終わるっていう可能性もありますけども、まあでも個人的には何かそのポケモンホームとなんかあと一つぐらいなんかでっかい情報みたいなのをチラッとでもいいんでね、来てくれたら嬉しいなっていう感じです。はい、で、放送まであと4分ぐらいですね。はい、じゃあ、そこまで、待ちたいと思います。はい、というわけで、多分1分を切っておりますね、放送開始まで。ちょっといつの間にか1分切ってたんで慌てて今、負荷厳選をやめたんですけども、さて、どういう情報が発表されるのか、楽しみでございます。さあ、30分になったらすぐに開始されるのかな、それはちょっと分かんないですけども。あ、来た、来ました。ポケモンダイレクトへようこそ。株式会社ポケモンの石原です。あ、どうもどうも。本日の放送では皆さんに2つのトピックスをお伝えします。2つだ。まずは1つ目です。こちらの映像をご覧ください。お、これがポケモンホームかな。まず、2005年、あ、なんだこれ、あ、不思議のダンジョン、あ、不思議のダンジョン、あ、不思議のダンジョン来んの、おお、おお、かわいい。ポケモン不思議のダンジョン、あ、不思議のダンジョンか、おお、あ、不思議のダンジョンまで予想してなかったな。そうか、そうだね、全然ありえるね、不思議のダンジョン。いいっすね。おお、メガ進化はあるんだね、こっちにもまだ。ポケモン不思議のダンジョン。おお、いいですね。2つには分けたりしないのかね。まあ、超不思議のダンジョンからそうだったけど。おお。約15年前、任天堂 DS とゲームボーイアドバンスで発売されたポケモン不思議のダンジョン、青の救助隊、赤の救助隊が任天堂スイッチで一つのソフトとなって蘇ります。うん、あ、そういうことか。ポケモン不思議のダンジョン救助隊、赤と青が2020年3月リメイク的な感じなのか。おお。さらに任天堂 e ショップでこのダイレクト終了後から体験版を配信いたします。おお、いいですね。ちょっとやりたいですね。セーブデータを製品版に引き継ぐことができますので、一足先にぜひお楽しみください。リメイク的なあれか。さて、もう一つのトピックについてはゲームフリークの皆さんからお伝えいただきましょう。増田さん、大森さん、増田さん。ゲームフリーク、皆さんこんばんは。ゲームフリークの増田です。こんばんは。こんばんは。ゲームフリークの大森です。昨年11月に発売されたシリーズ最新作ポケットモンスターソード、ポケットモンスターシールド、はい、楽しんでいただけてますでしょうか。楽しんでます。世界中のポケモントレーナーの皆さんがそれぞれの冒険を満喫してくれているととても嬉しいです。はい、本作には皆さんの体験が豊かなものになるように様々な遊びや楽しみを詰め込みました。ガラル地方はとても広大で、冒険する中で多くの新しい出会いと発見があったことと思います。我々はそんなポケットモンスターの冒険をより長く、より深く、より新しく皆さんに楽しんでもらいたいと考え、かねてより計画してきたことがあります。はい、現在ゲームフリークではポケットモンスターソード、ポケットモンスターシールドの有料追加ダウンロードコンテンツ、ポケットモンスターソードシールドエキスパンションパスを開発しています。ポケモンでエキスパンションパス来んの、そりゃすげえ。ポケットモンスタープラチナ、そうだね、ウルトラサン、ウルトラムーンなど同じ地方を舞台にした新しいソフトを、いわゆるマイナーチェンジ版ですね。してきました。あ、それを追加コンテンツで出すの。エキスパンションパスはそれらと異なり、あ、異なるの。プレイしているレポートから
あ、そういうことね。新しい冒険を楽しむことができるようになります。うん、まさに今ゲーム開発の真っ最中なのですが、これから広がるガラル地方での新たな冒険を少しでも感じ取ってもらうべく一本の映像を用意しました。これポケモン追加されるんちゃう、ちゃいます？ご覧ください。されないのかな。お、キテルグマ怖かったんだよな、あれ。ダーン、巨大マックス。ん？あれ今、あれ今、あ、あ、どこ、どこ、これ、あ、ヤドン、あ、え、うん、誰、今設定資料のところなんかゆっくり見たい。おお、やべえ、かわいい、めっちゃかわいい、女主人公最高やな。あ、髪型も追加される。あ、髪型追加だ、マリーの髪型なかった今。おお、うわ、もうめっちゃ追加するやん。誰？なんかジムリーダー、ウルガモス、え、キングトラ、え、ウル、今の追加では、あ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 、カメックスとフシグマナの巨大マックスやろ今の。絶対そうでしょ。おお、ゴリランダーとかエースバーンの巨大マックス、インテリオンの巨大マックスやん。おー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 おおおお、あ、鎧のこと、はこれが3つ目ってこと。おお、やべえ、これすげえな。な、神道の遺跡っぽかったけど、あれ院長では、あ、レジアイス、レジロック、あ、レジスイジュ、え、確かな、神道遺跡っぽいな、ここ。誰、え、え、あ、ヤドンに新しい進化系な、これ。ダイパに出てきた穴掘りセットみたいな感じやな。穴掘りセットだったっけ、探検セットだっけ。ガブリアスもいた、玉ざらし、え、え、あ、サンダーいなかった今、え、誰、誰、どなたですか。伝説のポケモンも追加ってこと、え、2つ、あ、第1弾第2弾、おお、そういうこと、鎧ときて冠ってくるんだ、槍とかじゃないんだね。あ、え、誰、え、え、え、ザシアン・ザマゼンタと同じ色はしてるけど、誰？ご覧いただいた映像、幻系か？いかがでしたでしょうか。ポケットモンスターソードシールドエキスパンションパスは2020年6月末までに配信予定の第1弾、鎧のことを、2020年秋に配信予定の、あ、結構後の方やな。でも冠の雪原の2つのコンテンツで構成されており、一度購入すればどちらも楽しむことができるようになります。これ両方買うしかないでしょう。それぞれガラル地方のまだ足を踏み入れたことがない場所に行けるようになり、そこに暮らす見たことのないポケモンたちや人々と出会う新しい、一応ガラル地方内ではあるのか。エキスパンションパスはいくら、ソード用とシールド用の2種類があり、出現する野生のポケモンや一部の登場人物に違いがあります。はあはあはあ、引き続きポケモン交換などの遊びが楽しめるようにしました。
それでは早速ロイのこと冠の雪原での冒険について今回ディレクターを務める谷くんに紹介してもらいましょう。ポケモン追加は合ってたな。おー、こんばんは、ゲームフリークの谷です。ポケットモンスターソードシールドエキスパンションパスのディレクターを務めます。鎧の孤島冠の雪原ともに今まさに開発中なので、うん、今日はイラストやコンセプトアートを中心にいち早くご紹介します。さらに広がるガラル地方での冒険、まずは成長をテーマに掲げた鎧の孤島についてです。成長、こちらをどうぞ。谷さん、あのゲームフリークのチャンネルでめっちゃいじられてんだよね、増田さんに。新たに訪れる冒険の舞台はガラル地方の海に浮かぶ巨大な孤島鎧島。まんまやな。砂浜や森林、湿原、鍾乳洞、砂丘など豊かな自然が広がり、これまでのガラル地方では見られなかったポケモンたちも暮らしています。この島にはポケモンバトルの道場があり、道場主人公はその師範であるポケモントレーナーのもとに弟子入りすることになります。いや、女の子めっちゃ可愛いんですけど。主人公の師匠となるのがこのマスタード。なんと現チャンピオンダンデの師匠でもあり、自身もかつてチャンピオンを務めていた経歴を持っています。ダンデさんの師匠なんだ。同じ門下生のライバルも登場します。ほう。ソードでは毒タイプの使い手かわいいクララが姉弟子として登場し、シールドではエスパータイプの使い手セイボリーが兄弟子として登場します。ライバルたちは自分のジムとスタジアムを持つために日夜クララさんまたこれ薄い本書かれるで、これ次に物語の鍵を握る伝説のポケモンめっちゃいたような気がするんだけど。このポケモンはダクマ。ダクマ、ひたむきな向上心を持つ格闘タイプのポケモンです。ちょっとグズマンみたいやな。主人公は様々な修行の中でマスタードからこのポケモンを託されることになります。あ、そうなの。ダクマと共に修行を乗り越えることでウーラオスに進化するようになります。ウーラオスは2種類の型を持つポケモンです。特性とかじゃねえんだ。一つは一撃の型、はあ、圧倒的な速さで一撃を叩き込む格闘アクタイプの型です。あ、タイプ変わんの。もう一つは連撃の型、激流のような連続攻撃を繰り出す。あ、水だ。格闘水タイプの型です。おお。さらにウーラオスには巨大マックスした姿も発見されています。それぞれの型で姿や巨大マックス技も。あ、これ巨大マックスの時の姿なんか。一撃の型と連撃の型、どちらの型に進化させるかは物語の中で選ぶことができます。おー。ウーラオスは新特性や型ごとに異なる新技を持っていて、とても強力なポケモンです。手持ちに入れとかないかんのかな。インターネット対戦や公式大会にも連れて行ってみてください。おー、ほうほうほう。次はガラル地方の最初の3匹が進化したゴリランダー、エースバーン、うん、インテレオンについてです。巨大マックスも出てましたね。鎧の孤島での冒険の中で今皆さんの手持ちにいるパートナーたちが巨大マックスできるようになります。手持ちに新たな姿や巨大マックス技をお楽しみに。あ、手持ちにいるこの3匹のが巨大マックスにするのか。あ、ボングリ、ボングリが便利になる要素が登場。ボングリ懐かしい。はあ、マリーの服だ。自転車の新しい見た目も完全にマリーの服があった。めっちゃ嬉しい。鎧の孤島での新たな力を得る冒険に不思議花とカメックスいたな。巨大マックスで最初の御三家はこれで出てくること確定やな。さて次は探求をテーマにした探求冠の雪原についてです。レジ系いたね。今伝えできる情報をお見せしたいと思います。やばい、テンション上がるわこれ。冠の雪原は雪が降り積もり白銀の世界が広がる冠雪原が舞台。あ、新王ともなんか若干つながってそうな感じもするな。鎧島の他にももう一つまだ足を踏み入れたことのない場所があったのです。雪山がそびえ立つ極寒の地で人々は小さな集落で寄り添って暮らしています。あ、集落があるのね。ここでは鎧の孤島と同じようにこれまでのガラル地方とは異なるポケモンたちを見つけることができます。なるほど。探求というテーマの通り
思わぬところに不思議な遺跡があったり、謎の巨大な樹木が生えていたりと、探索しがいのある場所となっています。主人公はこの冠雪原でとある人物から探検隊の隊長に任命されます。隊員じゃねえの。探検服を身にまとい、吹雪舞う雪原やマックスレイドバトルでしか立ち入ることができなかったポケモンの巣、そのさらに地下深くを調査します。女の子何着ても可愛いな。次に物語の中で探し出すことになる伝説のポケモンバドレックスを紹介しましょう。バドレックス思ってそんな名前なの。君を含むガラル地方の一部を治めていたとされ、優雅で威厳のある立ち振る舞いが特徴的です。バドレックスに秘められた謎をめぐるストーリーにトライフォースついとるで。冠の雪原には新たな協力プレイが登場します。仲間と共に冠雪原の地下にあるポケモンの巣を探検する遊びです。はあ、巣の奥ではこれまでのシリーズに登場した伝説のポケモンがダイマックスして姿を現すかもしれません。えそうなの。この協力プレイでその多くを捕まえることができる伝説のポケモンたちは、冠の雪原での冒険を経ることで全ての種類と仲間にすることができます。うおー、それは全く新しい伝説のポケモンたちもこの地のどこかで伝説まためっちゃ増える。この他にも鎧の孤島との合計で100種類を超える着せ替えアイテムの追加。めっちゃ多い。鎧の孤島と冠の雪原をクリアすると挑戦できる新たなやり込みバトルの登場などなど、本日詳しくお伝えしきれなかった遊びも今まさに企画開発中です。その一つが冒険の舞台である鎧島と冠雪原そのもの。宿いっぱいいるね。実はどちらもワイルドエリアと同じく一つの大きなマップになっており、ほうほうほう、シームレスに移動しカメラを動かすことができます。あ、なるほど。もちろん通信で他の人と一緒に遊ぶこともいいですね。またポケモンの巣も点在しており、ここでのマックスレイドバトルではこれまでのガラル地方では見られなかったポケモンが登場します。ワイルドエリア以上に様々な表情を持ち、多くの遊びが詰まっている鎧島と冠雪原。今後そのさらなる景色をお伝えしていきますので楽しみにお待ちください。ポケモン追加してくれるのめっちゃ嬉しいね。単純にでもいかがでしたでしょうか。これリストラされたポケモンも全然希望ありますよ。これさらに長くさらに楽しくなるような、そうだね、これはずっと遊べるぜ。こんなの取り組んでいきます。お楽しみに。谷くんありがとうございました。鎧島冠雪原にはこれまでガラル地方には登場しなかったおなじみのポケモンたちもたくさん生息しています。うん、先ほどお話ししたウルガモス、キングドラ、デデンナ、ウルガルガ、わー名前忘れた、ニドリン、やばい、200種類。またそれぞれの配信に合わせてゲットモンスターソード、ゲットモンスターシールドを対象とした無料アップデートを実施します。無料アップデート。これによりエキスパンションパスを持っていない人でも通信交換などを使って鎧島や冠雪原に新たに加わるポケモンたちを入手できるようになります。そうなんだ。さらにクラウドサービス、あ、ポケモンホームを経由してこれまでのポケットモンスターシリーズなどからエキスパンションパスで登場するポケモンたちも連れてくることができるようです。あ、やっぱエキスパンションパスで追加されたポケモンだけってことね。ポケモンホームは2020年、あ、パッと言ったなこれ2月か。これまでにより詳細な情報を公開しますので、あともう少しだけお待ちください。あ、後日また言ってくれるのね、ホームに関しては。最後にソードシールドを遊んでくださっている皆さんにお知らせです。はい、本日よりワイルドエリアで挑戦できるマックスレイドバトルで巨大マックスし石炭山、おう、石炭山、あー、ラプラス欲しいな。でもああ、タルップルと出会いやすくなっているようです。タルップル、皆さんで挑戦してみてください。また今日からかダイレクト終了後に更新データを配信します。はい、ソフトを更新した後に、うん、ブラッシータウン駅に向かうと、うソードではクララ、シールドではセイボリーと出会うことができます。マジで、もう一早く。さらに鎧島から迷い込んできたヤドン、ガラルの姿のヤドンを仲間にすることもできます。マジで、何その頭、かわいい。鎧の中で手に入る道具でガラルの姿のヤドランに進化し、冠の雪原の中で手に入る道具でガラルの姿のヤドキングに進化します。あ、ぜひ
てみてくださいね。ヤドラン・ヤドキングなんやけど、ガラルの姿なんだ。今日はこれから、やべえ、早くちょっとこれアップデートしなくちゃ。皆さんにお見せすることができました。鎧のこと、冠の雪原で広がる冒険についてワクワクしてもらえたら、いやこれはやばいな。シリーズ初となるエキスパンションパス、そうだね、皆さんが体験したことのない冒険をたくさん詰め込んでいきます。ソードシールド、うん、でもこの売り方でいいよね。でも遊び尽くした人も、そしてこれから遊び始める人も、皆さんが楽しめるものになるよう引き続き全力で開発していきます。お楽しみに。お楽しみに。ありがとうございます。ゲームフリークの皆さん、ありがとうございました。鎧の孤島といくらなんだろう。セットになったエクスパンションパスは、おお、安い。ダイレクト終了後より、あ、もう販売してくれるんだ。販売を開始いたします。マジか、これ買わなきゃ。またソフトを更新した後、ソードシールドのメニューから、あ、任天堂 e ショップで直接アクセスできるようになります。購入特典として、あー、かわいい、本日から使用できる世界アイテムもご用意しております。2020年もポケモンは世界中の皆さんに楽しんでいただけるよう、多くの挑戦をしてまいります。ご視聴ありがとうございます。素晴らしい。2980円、全然安いでしょ。だってマイナーチェンジ版のポケモンがもうなんか一本丸々3000円で買えるみたいな、そんなノリですよ。いやー、これ素晴らしい。ありがとうございました。本当にいいですね。これは素晴らしいですよ。はい、というわけで、ポケットモンスターソーシールドに関する情報がほとんどでしたね。エクスパンションパス来ましたね。期待してたポケモンホームの情報はなんかすぐに終わりましたけども、配信日がいつなのかっていうのが、判明しましたね。2月っていうのが、うん、まあそれだけでもまあ全然ありですね。うん、よかったです。いやー、ポケモンで初めて追加コンテンツっていうことでね、いやこれは本当に嬉しい限りでございます。でもさっきも言ったんですけども、リストラされてたポケモンもね、なんかこういう感じでもしかしたら追加される可能性が出てきたのは嬉しい限りですね。で、全ての伝説のポケモンと出会えるのかな、そんな感じのことも言ってたんで、これはちょっとやばいですね。これはまたポケモン界隈が一気にまた盛り上がること間違いなしですよ。はい。で、200種類ぐらい追加って言ってたんだっけな。200種類って言ってたよね、確か。どこだったかな。結構後ろの方だったと思うんだけども。うん。200種類だってすごいね。やばいよ。あ、ここかな。ここ今乗ってた気がする。あ、ここですね。鎧のこと、冠の雪原で合計200種類以上のおなじみのポケモンたちも登場ということで、キングドラとかね、玉ざらし、玉ざらしじゃねえや、トドセルカ、トドセルカじゃねえや、真ん中忘れた。名前忘れた。あと、ルガルガンとかもいましたね。ニドリーノとかもいるし。うん、これでね、もうまた、ポケモンもまたぐっと増えて、またいろいろと盛り上がりますな。ダクマ。ダクマさん、格闘水、格闘枠。これ、どっちがいいんだろうね。色的に。まあ、その辺はまだちょっと両方手に入らないんだろうね、きっと。ソードシールドでまたこれなんか レジ系な感じするけど、なんだろうねこれ。新しいレジ系のやつかな。いや、なんかね、この設定資料集のところとか、あ、かわいい、設定資料集のところとかめっちゃ見たいんだけど、いろいろ。あー、レジスチルがいる神殿みたいな感じであるもんね。これローズさんちゃうの？これローズさんだよね、多分。頭丸めてここに来たってこと？あ、でもあの人ならなんか主人公に、確かになんか探検隊の隊長やってくれとか言いそうやな、軽いノリで。うん。なんか自首して頭丸めたってことなのかな。あー、もうカメックス、
不思議花もアルガルガンですね追加されて、これは素晴らしいですね。髪型とか服とかもいっぱい追加されて、いやちょっとこの辺なんかほんとじっくりちょっと見たいですね、後でね。うん、ファイアローもいるやんね、これ。ファイアローは不可厳選の時にめっちゃ使ってましたよ空も飛べて炎の体持ってたから。いやーすごいね。どれだけの数のポケモンがねまた復活してくれるのか、その辺も楽しみですけども。はい、まあそんな感じでね、ちょっと話し足りないこともいっぱいあって、もうちょっと自分でも何言ってるのか分かんなかったんですけども、まあポケモンホームに関してはまた後日ね、詳細を発表するらしいんで、まあ、今回は、ポケットモンスターソードシールドのエクスパンションパスと、ポケットモンスター不思議のダンジョンですね、うん、昔一番最初に発売された赤と青の救助隊のリメイクみたいな感じですね、それがやってくるということで、いやー今年もポケモンは全然盛り上がりを見せてますから、これはどんどんまたね、やっていきたいと思いますね、これね。はい、まあそんなわけで、今回は、ポケモンダイレクトのね初見反応動画ということで、見てみました。はい、というわけで、また次回もよろしくお願いいたします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。